皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、2月の16日、午前10時50分、子供の頃に、佳子様いや眞子様がこちらに、まあもう ここはもう佳子ちゃん眞子ちゃんで言っておきますね。背中の上に乗せて腕立て伏せを、していた記憶が戻りました。まあ、何年か前にも SD カードを送った時にそれ言ってたと思うんですけども、まあ、佳子ちゃんは背中の上に乗ったまま、ゆっくりね、腕立て伏せをしていて、まあ、ゆりかごというような状態で、まあ、背中の上で、寝ていたと。まあ、そういうふうな、私は寝ていたと思うんですけども、まあそういうふうな記憶が戻りました。で、多分本当は言った方がいいと思うんですけども、まあ、ご近日どうですか、佳子さま来られました。バレンタインの14日までの間で基本的に電波で聞こえてきていた佳子さまの声では、今日は違うだとか、公務だとか、そういうふうな声が11、12、13、それぐらい、14日はどうかわからない。14日に関しては17時ぐらいに電波で、どこ誰かわからないですよ。高速側やとか、本当に高速側やとか、なんかそんな驚くような声、ここの住宅の1階でね、のような声を聞かされてるんですね。まあ老人とある程度の年齢のものの声で、それで外に飛び出すかっていうと、そういうわけでもないし、あとそれまでの期間の間で皇族は上に上がっていきようっていう声も、電波で聞かされました。もう何年前の声かわからないですよ。もう多分使い回ししてるような気もします。本当に3階の部屋とか入ってたんじゃないですか。でもそこもいろんな人間が出入りしていて、ケースによっては、死体袋みたいな袋にね、詰め込まれて、連れて行かれてる人間もいます。もう出入りしない方がいい。ほんで来るんならここだけ。もう最初から最後までそれ、ルール。で、他の住宅とかにも入ってるとしたら、それはそれで話ややこしいんですよ。建物作りすぎの件でね。で、今日インターネット記事、朝、まあちょっと調べていて、中国の方はもうとんでもないことになってますね。空き家の数5000万件以上作ってしまった数。だから人口の件に関しては今まで述べてきたからお分かりかと思うんですけども、世界の人口のその表記されてる数字っていうものは、だいぶ違うと。例えば中国でも多分人口、本当は半分ぐらい。日本と同じようなもの、移民政策も中国も行っていましたが、世界中で散らばった華僑の人たちが一番多いって言われてるじゃないですか。だから多分中国も半分ぐらいが下回る可能性すらあります。作りすぎですね。で、まだ建物が大きい。で、その写真に関しては、多分50階建てぐらいのビルですね。それが何棟も。で、そのちょっと奥の方にある12階建てぐらいのビルが小さく見える。で、その50階建てぐらいのビルの群れ、まあ、分譲マンションにしろ、公営住宅にしろ、その隣はもっと大きいです。で、上の方は見えない。多分もう、ほぼほぼ手に負えないでしょうね。そうなってしまうと。エレベーターたくさん使うでしょう。だからすごい電力を消費する。してることが、極端に逆行してる世界中で。とにかく建築物を作らないっていうことを国連で明確に打ち出すべきでしょうね。その化石燃料の使用量を、2019年対比で2035年には 60% 削減って
言うぐらい誰でもできるんですよ。中に何をしなきゃなんないのか。もうこうこうこうなってるっていうことを人口統計の話も僕みたいに説明をしっかりとして、で実際空き家がこれぐらい作ってしまっている、これ以上作るべきではない、これを世界中の国がどこの国もそうしなきゃな、日本も同じようなことが起きてる、多分アメリカも同じ、他の国全部多分そうだと思いますよ、どこの国も。だからそういうふうなことをしっかりと国連が何をしなきゃならないかの指示を出さなきゃならない。COP28 とかもそうですけども、ただもう国連にしといた方がいい。COP28 でも当然同じことは言わなきゃならない。重複しようが。どうせ忘れる人は忘れますから。特に一般人の耳に、届くかどうかね、目に入るか、記憶に残るかの段階まで来たら、99% の人は記憶に残ってない。建築業界の人間が分かってないんですもん。本当に。僕が道歩いていて、その最初なんか自慢げに、俺らが作っといたるわとか何かそんなこと言ってるんですよ。それも僕より多分年下の人間ですよ。で僕は父親の家行って、で帰りまた通る時か少し離れたとこ時に、あの本当のことを電波で聞かされたのか、え本当は作ったらダメだったんですかって、もうその状態です。何回でも同じことをテレビで放送しなきゃならないし、国連もそうだし、日本の政府もそうだし、日本の政府は全然それ発表しないでしょ。なんか完全に癒着海。で、だから他の住宅入っちゃダメなんですよ。泊まるんならホテル。宿泊するんであればね。で、話し合いを絶対しなければならないから、やっぱり夜はやめといた方がいいと思う。来るんなら昼間。来るならね。で、私の自宅。で、別に私は遊んでいてもいいと思うんです。自宅に来るわけだから。で、だから、インターネットゲームとかするときに、ボリュームを小さくしておく。それで、例えばね、淡井さんいらっしゃいますかとか、声を出してね、読んだときに、まあ、とにかくインターホン、本当にもう潰れてるから、もう潰れてるでいいと思います。押しても、ボリュームを最大にしろに、小さい音で、なったかならないかぐらいの音しか出なくなってる。で、その修理に関しては、実費になるので、もう修理しないようにしています。で、もともとここの自宅に来た時にね、その、すぐ間もない頃に、結局、インターホンはもともとなかったですから、誰かが訪ねに来た時に、そのインターホンをそれなりの大きな音で聞こえるインターホンじゃなかったら、例えばお手洗いに行ってる時とか分かんなかったりするじゃないですか。例えば台所とかでも、それなりにこう炒め物とかで結構音出てる時ってインターホン小さな音だったら気がつきにくいじゃないですか。結構家のインターホンの音って大きいじゃないですか。だから隣の家のインターホンが鳴ったと聞こえるんですよ、僕の家まで。だけど、それぐらいの正直ボリューム音がなかったら、しっかりとなかなか聞こえないでしょ。よっぽど大きな声で呼んでもらわなかったら、わからない。ノックは絶対無理だと思うんですよ。あのノックコンコンってしたぐらいだったら、玄関くらいの範囲しか聞こえないから、周りがよっぽどシーンとしていて、自分もシーンとしている。その状態だったら台所にいても聞こえるかもしれない。あと、ここの部屋、ノック。だからそれは無理だと思う。奥の方の部屋にいたら。大きな声で呼んでもらわなかったら。まあ、それこそ電波とかで頼り始めたら、話めちゃくちゃになるので、だからそこは違う。絶対に。僕は、インターネット上で、各動画とかで、こういうふうに心の声で呼びかけています。それに関しての返答がある。YouTube でも言ってる。だから正確性が確実かどうかがわかる。伝わる。そういうことなんですよ。内容はしっかりと相互確認できてるかどうか、会社入っても同じ、素早い言葉の返答とかで、ある程度言葉は簡略してしまう部分がある。これはもう仕事はスピードを上げて、純利益を、まあ、営業利益、経常利益の、まあ、純利益目指して、仕事しなきゃなんないから、ある程度、言葉をね、短い言葉で、
受け答えして、お互い同じ仕事を毎日ほぼ毎日してるから、だからお互い言葉がね、あの受け答えが通じる。急に新米さんが来た時に、新人の人が来た時に短い言葉だったらわからない、本当に。例えばどこそこの何々しといてって言った時に、あれって言われた時に、高砂もまだできてないからあれ頼むわって言われた時に、わからないでしょ、その披露宴とかの仕事したことない人だったら。だいたいそのテーブルの周りに、まあ、これ呼び方いろいろあるんですけども、まあ、スカートっていう呼び方をフルーツアラパークではしてましたね。まあ、テーブルにあれ、あの豪華そうな、あのこう垂れ幕、それをこう、まあ、貼り付けるような形でぐるっとで、 そこに新郎新婦さんが座ってるんですよ。であれ取り外したら、まあ、長方形のテーブルなんですけども、会議用のテーブルだったかな、多分そうだったと思いますよ。あれとかそれとかでもある程度、まあ熟練者同士だったら理解できるなんですけども、短い略語が入ったりとか、例えばね、ワールドビジネスサテライトで未だに経営統合のことを M&A って言ってるんですよ。日本だから M&A って言ったらいいんですよ。あ、違う違う、訂正、経営統合って言ったらいいんですよ。日本語で経営統合、合併とか企業合併とか、あと IPO とかもうそんなものをね、言葉を出してきて、あれも言葉のぼやっとした意味で実質的な内容を分からなくしてるんですよ。だからそれと同じで、しっかりとした情報を開示しないんだったら、そもそも何のためにその番組あるのっていう話になるんです。で、まあ、今回のこの件もそうなんですけども、結婚話の件ね、こんなにみんなでみんなあのぼやっとしてごまかし合いをしてるんだったら意味なんだったのっていうことになるんですよ。で、一応ね、僕が若い頃に言った言葉で、その親の介護云々があったのと、阪神・淡路大震災がありました。で、フルーツ浦和パークでも、今は、まあ、1997年の8年の頃ですよ、今はこれだけ仕事あるけども、いずれここの仕事は極端になくなるからっていう話がされてたんですよ。っていうのは、神戸市北区はあんまり阪神・淡路大震災で大きな被害は出てなかったんですけども、まあ、浜川、海岸沿いの方ですね。で、そちらの方の、ホテルとか、道とかもめちゃくちゃになってましたし、その分のお客様がある程度流れ込んできていたっていう部分があった。で、その頃はまだ三田市に阪急ホテルはできていなかった。ウッディタウンかフラワータウンの方に あのできてるホテル、映画館の近くだったと思います。で、まあそこも話を大きく誤解して作ってしまった方のホテルですね。あんまり売り上げないですね、倒産してます。で、もともとフルーツラパークだけでよかったっていうのは、近くにあの有馬温泉がありますから、あの辺旅館がいっぱいありますから、まあ、泊まるところそんなにたくさん作ってもしょうがない、本当に最初から無理、本当に。で、結婚式場としてもフルーツアパークは使用してますけども、すぐ近くにサンパレス六甲さんもありますから、まあ両方働いてましたけども、私はだから最初からそんな近くで作ったってっていう無理設定なんですよ。ちょっとまあ話がだいぶそれましたけども、結婚希望相手は佳子さまに固定のままで、もう理由書きました。あの、ホームページ淡井圭介の駅の1番の、2月10日に記載している文章通りにね。だから、そのこれね、他の人間が来てるからなのか、春山整骨院が原因なのかわからないですけども、左足の親指が痛くなってた。で、今は痛くない。これルール法律で証言とか云々とか聞いてくれてる人たちがいるから、証人がいるから、だから痛くさせられないのかもしれないんですけども、本当にかなり痛い、左足の親指で、これを右足に変えられたりとかもする。で、そういう攻撃をずっとこう持ってるって言ってるのに、まだ家の横を通り過ぎてる時点でどうかしてます、通り過ぎてる人は。本当に人格的にね、それだったら
僕を苦しめるためにこう来てるんじゃないっていうことになるんですよ、本当に。だから正直それ分かってくれない人たちに対しては、もう昔本当は怒ってるんですよ、本当に。で、あとここの住宅の、その、あ、ごめんなさいね、僕は言ってたことの話に戻しますね。親の介護とかもあるから、それだったら、例えば310とかに住んだりだとか、209だとか、もう209は奥だっていう人が入ってますけども、もうそこの家も本当に怪しいから、ひどい時、夜にね、夏場なんですけども、こっちに網戸をつけてるんですけども、ここをね、暑いから開けてたから、夜の2時過ぎ、22時から2時くらいまでの間かな、いろんな女性が、ここの廊下を歩いていって、全然知らない人たちばっかりですよ。テレビに出てる芸能人じゃない。で、そこの209をね、何人も入ったり出たり、入ったり出たり。一晩で10人。絶対おかしい。で、もともとは阪神・淡路大震災があって、その仕事がね、いつまであるかどうかわからない話と、これも経済的に勉強すれば勉強する。ある程度のことは二十歳の頃に勉強しましたから、私も。だからワールドビジネスサテライトに出てきた人たちをね、片っ端に、テレビに向かって言う方法でね、撃退していったっていう、そういう時期がありました。他の報道番組でもそれしていた可能性があるんですよ。だから例えば2700万円台の家でも、その当時は私が二十歳だったでしょ。で、すぐに結婚できたとしても、それ返済するの、これ無理なんちゃうかと、いろんな話を、先代の人たちの話を聞いてると思って。阪神・淡路大震災が発生する前から、いろいろ会社が倒産してる。で、ほとんどの会社で、例えば、世界中を探しても、100年以上続いてる企業ってまずないんですよ、本当に。これは本当の話。だから、経済的に、ああいうふうな大きな地震が発生すると、民間の会社が、特に個人商店さんとかが、もう、経営なんか無理っていうことになるじゃないですか。お金回らないじゃないですか。だからといってお金を流し込めって言ったんじゃないですよ。今もエネルギーの残存量問題がメインですから、だからその頃も僕はエネルギーの残存量問題聞いてましたから、だから、ここの住宅に、家借りて結婚して住んだ方が、この方が確実なんちゃうかと。そういうところからの話だったと思うんですよ。だからそれをなんか話めちゃくちゃ、こうねじ曲げて、結婚する前から誰かが家を借りて、いろんな人間が出入りする。で、淡い系、その人間とかがここの住宅入り込むことによって、今どうなってるか分かりませんよ。文部科学省とか、警察の方なのかどっか分からないんですけども、そのコンピューターの設定ね、いつ変えてるかどうか分からない、テレビ局の方なのか。ここの住宅内に入ることによって、多分電波でごちゃごちゃ僕聞かされてるんでしょう。誰かが入り込んでるから。多分それだと思いますよ。もともと昔、有馬警察署、二十歳ぐらいの頃に話してない、いていた内容で、電波で何か聞こえてきたら、また連絡くれるだったんですよ。有馬警察署の人たち。この話、有馬警察署の人たちにちゃんと伝えておいてくださいね。だけども、今もうしょっちゅうだから、もう、その電話かけっぱなしになるか、もう無理、それはそれで。順調はめちゃくちゃだったっていうこと。皇族が上上がっていってるの話も、一応電波で今年聞いてるんですけども、佳子さまが3階に上がっていったのか、それとも去年、僕は買い物行って帰ってきた時に、ここの住宅の近辺で佳子さまらしき人物、もらしきとしか言えない。特に2日目というか、翌日というか、見た時の、
それも私ですって別のその後のインターネット記事の動画で佳子さまは言ってたんですけども、目元がねもう全く違う人で、もうその1回目も2回目もマスクしてるから、正直佳子さまの声も聞いてないから、電波で別の人間の声が声でね、その人が佳子やけどもっていう声が聞こえるんですよ。それを安易に信じれるかって言ったら、だから僕は会社に上司として疲れた人間に金貸しさせられて、急に昔テレビ局に出た人間の話とかをされて、昔結婚話をしていた人間でね、テレビ局のアナウンサー、それが、21人の頃にキャバクラ連れて行かれてるんですよ。お金払わされて、本当はその人たち会わせるとかそういう話だったの、本当に。で、そのケースだから、あの本人が声を出さない形でね、その人をマスクもつけた状態、顔が全然認識できない状態、せめて声聞いたら当人かなどうかなっていうのは分かるんだけども、そんな方法を流行らされたら、だから僕そのテレビに回ってきてる映像とか見たことありますから、違う人間だったっていうケースね。だからそれを、だから声を出さないっていう方法は使っちゃダメ、佳子さまでも。でもそこは佳子ちゃんって言っときます、間違えてるから、そちらが。そういうあの方法が出回ってるから、それはそれで水面下でね、表立ってのニュースにならない。だからそれ言われたらテレビ局の人間はその方法をいっぱい使ってるから、だから表立ってのニュースで放送できないんじゃないですか。自分たちも悪かったっていう。で、それで話、整合性全部合ってくるんですよ。その、テレビ局ってもともと、エロ売ってた奴らとかいっぱいいたでしょ？それを金に変えて写真集とか女性。まあ、男性でそういう写真集は出してはなかったとしても、関わって金稼ぎしてる連中はいっぱいいたでしょ？それ考えたら整合性合ってくるんですよ。だから普通に僕の家に来るしか選択肢ないんですよ、最初から最後まで。で、一応ちょっと今三宅一覧のところで確認してるんですけども、去年そこの、公園の近くで、まあもう個室の人だったら僕は指さした方向であの辺りに公園があったなとか分かってくれると思うんですけども、そこの近くでね、三笠の宮の間に入れてよかったんですでしたっけ、三笠の宮家の秋子様か陽子様いらっしゃいませんでした。僕の横通り過ぎませんでした。秋子様ではない。これはさすがに顔を見たらわかる。髪の毛染めてたんですよ。陽子さん、通りませんでした、僕の横。わかんないですよ。もう髪の毛染めてて同じような髪型の人が似て見えたりとか、顔結構変わるじゃないですか。だからまあもう分からないとしかこちらも言えないんですけども、声聞かなかったら本当に本当にそうだから、世の中って僕の場合は、まあ、冬場だったらあちらにかかってあるベージュのコート、これは今指さしてるところ、これはスーツです。でこれはまず着ることがないで、ベージュのコート着てるし、まあメガネで、しかも白縁メガネの人なんかまずいないでしょう。まあそれだけでもまあ、淡井圭介当人だなっていうのはわかるかと思うんですけども。着てもらうんだったら昼間で僕の自宅で話する。
で、お互い、録音機材とか、メモ用紙をしっかりと用意しておく。それしなかったら、お互い電話番号を交換したとしても、あの時何話したかどうかとか、重要なところはきっちり録画。それしてなかったら、また後でどうせややこしいことになる。もうそれ分かりきってるから、その辺のところで、正直ね、別に陽子さんでもいいでしょ。確か本人がいいって言ってたはずですから、僕に会いに来た時、仕事場の方で。歌ってません？音楽業界で。なんかちょっと似てるなっていう人いたんですよ。よくわかんないですよ、僕も。それこそ顔ある程度変わったりするから、職業によって例えば顔を変えてテレビに出てる人たちもいるから、意図的に名前まで変えてね。それは、だから、まあ、報道の日でも例えてますけども、例えばね、クイズ王伊沢っていうものがいますけども、もしかしたらバンドのシャズナの、ベースを基本的に弾いてる2っていう人かもしれない。わからない、本当に。あそこまで変わったら。その髪の毛の色と目の細さ、目の太さといったらいいですかね。そのあたりまであんなに変わったら、普通の考え方の生き方だったら、そういう顔が変わる話とかを日々認識できてなかったら、同一人物だとは思えない。あ、違う人だって普通思う。それぐらい本当は人間の顔が変わるから、もう分かりやすいのはね、いろいろ付け加えておいたんですけども、ホームページ、淡井圭介の劇の、65番台のね、日本の男性バンドのベスト100のところの曲、またいろいろ付け加えておいたんですけども、ジャンヌ・ダルクっていうバンドが昔あったんですよ。で、そのヤスさんとかも、フルーツ・ラバーか働きに来ていたか、会いに来たかのどちらかです。多分働きに来てます。で、ヤスさんもね、プロモーションビデオをいろいろ見てもらったらわかると思うんですけども、顔激変してます、本当に。ちょっと曲名まではリストアップ、この曲はこんな顔になってるとか言えないんですけども、全部当人ですね、ボーカルのプロモーションビデオ。だけども、顔本当にめちゃくちゃ激変してるのと、あとその後、まあ、アシッドブラックチェリー、ブラックアシッドチェリー、ちょっとどちらの名称か忘れましたけども、ボーカルのやすさんを中心に、ジャン・ダルクの後バンドを結成してるんですけども、その時のやすさんはね、まあ、だいぶ、構成が進んだと言ったらいいですかね、服装までね、T シャツとかジーパンとかで歌ってるような映像とかあるんですよ。髪の毛どうだったかな、そこで髪の毛も染めてなかったらね、もう構成ほぼほぼ完了なんですけども、いや、まあ、別に T シャツジーパンまではこだわらなくていいんですけども、正直ただそういうのも普通に使っておいた方がいいと思います。まあ、これは音楽業界の人に向けてのメッセージにもなってくるんですけども、夏場のライブ、もう T シャツジーパンでいいと思う、本当に。もう一生代にお金かけるだけ無駄、本当に。それを無駄の真骨頂、本当に。若い人たちが 映るから、本当に。ここの辺とかも、余計なもん、あんな余計なもの買わされたら終わり、本当に。金属の残存量問題も同じエネルギー、それ加工してるから溶かしたりして、同じ。もう絶対つけとうとこ見せたらあかん、全員。本当に。買っちゃうから。ものすごい人たちの人。見て、特に集合ライブ。富士ロックフェスティバルとか、ああいうような、特に大物の人たちとか集まって、集客力上がってるところ。もう、ちゃんと自分でね、理性で、そのもの買わないよって、引っかからないよっていう人たちばかりだったらいいんですけども、引っかかる人たち続出だから。ごめんなさいね、話だいぶそれて。で、一応今日、もう、羨ましいっていう声、佳子様の声だとは思うんですけども、もう子供っぽい声に変わってる。いや、まあ、だから背中に乗せて腕立て伏せして、そのまま寝ていたっていう話もありますけども、
僕もその後寝てませんでしたっけ？で、まあ、他にもね、青いエールっていう歌手の人と、アイコっていう歌手の人が同一人物の可能性があるんですよ。最近見かけた動画で、青く青くっていう動画を、青いエールという名前でね、題名表記はされていて、歌手として。で、まあ、曲は青く青く。で、歌ってるのは、アイコさんにしか見えない、正直。で、だから皆さんからしたらね、顔だけで物事を判断する、その顔が変わるっていうことを激変するレベルの世界までのことを知らない人たちからしたら、あいつ頭おかしくなってるとか、そう思うでしょ？けど、本人にここの声聞いたんですよ。愛子さんですかって聞いたら、はいって言ってるんですよ。その動画見てもらったら分かると思うんですけど、一応僕のホームページからアクセスできるようにしています。見出し何番だったかちょっと分からないですけども、芸能人で2つの名前を使ってると思われる人たちのところで。ミスター・チルドレン見かけなくなったじゃないですか。ミスター・チルドレンのね、桜井さん、ボーカル。ゆずの北川さんですか。顔似てると思うんですよ。で、そこからもっと顔を激変させたのが、ラルク・アンシェールのギターの、哲也さんですか。一応、ゆずのね、北川さんが、ラルク・アンシェールもしてるってライブで言ってるところの映像を見たことあるんですよ。本当、その後に本当って言ったケースと、その後に嘘って言ったケース、2種類あるんですよ。もうどちらが本当か分かんないでしょ、本人にしか。もうそこまで言われたら。余計ややこしくなるから、聞いてる方が。で、バンプオブチキンの、バンプオブチキンはね、それまで、その、ちゃんとダルクの歌詞が、ものすごいめちゃくちゃだったのと、一応僕、グレイの曲、この間皆さんにお勧めしました。淡井圭介との結婚話ね、人生、結婚、僕のせいじゃない。むしろ僕は本当は巻き込まれてる方なんだけども、無茶な状況を作られて、どう考えても。結婚、本当にできなかった人も、本当は、特に僕の年齢に近いところとか、もう30超えてでもいいと思う。もう、それで結婚できてなかった人はね、もう被害者だっていうことを言って、まあ、グレイの皆さんはそういったことを考慮して、こういう歌詞曲を作ってくれてますよっていうことで、その日本の、男性バンドマンのベスト100の曲のところでね、グレイの曲をこの間進めました。ただそこで、その後ね、この間の、北海道の方のライブでね、モアザラブでしたっけ？モダンザラブでしたっけ？それによって意味全然変わってくると思うんですけど。ごめんなさい。もうさ、ちょっと面白い話入っといた方がいいでしょう。一応動画巻き戻してもらって、佳子さまとか重要なところ一応メモしておいてくださいね。その昔背中の上のって、その昼寝のところの話とか、ここに入ってきたことあるんだから、そんなとこ躊躇しない。もう一応その後高校生ぐらいの時とかも多分僕の家来たことあるでしょう。普通にインターホンを押して、他の人間もちゃんとインターホンとか押して普通にドアガシャって開けた時に、まあ、悠仁さんもそうですけども、来てる人は来てるから、大人になってからも、2000年過ぎだと加藤夏希は一応来てる、ちゃんとインターホンをして、ただ9月15日の気温が30度超えてる時に黒の手袋はめてて、顔を見る前に黒の手袋が先に目に入ったから、本当にやばいやつ来たと思って、結構ですって言ってすぐにドアガシャって閉めて。で、閉める瞬間に顔ちょっと見えたんですよ。先に僕の頭の中に脳裏がよぎるのは、あ、やっぱり髪の毛染めたやつやって、やばいやつ来たって思ったんですよ。本当に、うれおかしてる。もうその法則で絶対間違いないから。で、座っててね、なんかどっかで、ただ、あの顔どっかで見たことあるなって思ったんですよ。
で、2、3分くらい経過して、あ、加藤夏希やと思って、ちょっと待ってなって、そのと見てたんですよ。いろいろ聞かなきゃなんないから、本当のこと、いろんなこと、まあ、売り上げ含めて、まあ、ある程度わかるんですけども、押切もえと、海老原由里の、モデル雑誌の創刊、本当はモデル雑誌の創刊で2人が出てきてるから ものすごいスピードで加工していくんですけども、まあ、テレビでものすごい売り出した時は、マーケティング力でね、年間発行部数が50万冊とかあったみたいですよ。年間ですよ、年間。1週間じゃないですからね。売りね、本屋さんの取り分と、運送屋さんの取り分と、本人らの人件費と、写真写してる人の人件費、差し引いていたらびっくりするから。それがもうすごい加工していて、もう一桁台、年間もう。で、廃刊にもうなったと思いますよ。あるかもしれない。もしかしたらまだ。もうそんなもん、もうそんな一桁台になってる。ね、年間の販売数が一桁台になってる。万のくらいでね。それ、誰かお金出さんかと無理でしょうって。自分たちで撮影して、自分たちで吸って、自分たちで運搬して。そこまでしたら、そのくらいでもなんとかなるかもしれん。その、どうせ違うところ行って撮影したら。どうせそのあたりで撮影したこれも、僕20歳ぐらいにこれ言いましたから。どうせそれか、状況そう。そこも絶対そうなるわって。先にね、ジュジュか何かあったんですよ。女性のモデル雑誌でね。一応もう途中から、神戸の、もう1980年代からですよ。未来からの声か何かで、もうもうエレガントの街としてもう神戸っていうことでね、神戸がちょこちょこ出てきて、まあ、エレガント路線をしっかりとジュジュがっていう形で、そこに、キャンキャンが割って入ってきたと思う。ハワイ組なんかないから。それ労働組合のことやから。何々組って。知らん知らん知らん。一銭ももらったことない。で、多分もうそこ無理だと思う、最初からっていうのは。もう僕も最初からその路線だから、本当は。ただもう忘れてしまった場合、その人たちの状況とか忘れるから。で、淡路花子の時に、押切もえと、海老原由里が来たんですよ。で、最初見た時どう思ったかって言ったら、キャバ嬢やってる、社長が来るからで聞いてたんですよ。で、会社の人からね、僕は人材派遣会社の人間で、収穫祭っていうレストランの会社の、従業員の人から聞いていて、いや、僕らも、いや、淡井さんの方が芸能界のことを詳しいと思うし、それちょっと。本当、本当。で、それで、もう男性の社長が来ると思ってたんですよ。で、来たら来たで、女2人連れてきた。うわ、あかん社長やって思ったんですよ。それ、芸能事務所の社長で、要するに海老原由里と押切もえの所属して、事務所のパールだったかな、なんか、まあ、そういうところの社長さんだと思います。で、そこ一緒の付き人みたいな人、男性もう1人、男性確か2人だったと思うんですよ。と女性2人で、押切もえと海老原由里が、もう髪の毛染めてるわ、すごい、もうね、もう、なんて言ったらいいのか、こう髪の型がすごい凝った髪型って言ったらいいかもしれないけども、もう髪の毛染めて、それだともう怖い人系にしか見えないから、本当一般人、男性、僕がそんな髪の毛の色したこと、見たことあります？1、2回ありました、人生で。その後僕、丸刈りして反省してますから、本当に。社会に間違いなメッセージが与えちゃダメだから、本当に。で、いや、淡井君どうする？2人がなんか一緒に喋って、今までのこと、なんか、君と結婚話したことあるらしいけど、どうするって、俺らから見ても、ちょっと大丈夫かどうか分からへん。あの業界変な奴ら多いっていうの、俺たちも知ったもんって、どうする？コーヒーぐらいだったら、脱色って、まあ、俺らもそれぐらいだったら目つぶるけども、僕は人材派遣会社の人間、収穫祭の持ち物、コーヒー、コーヒー。本当に。いやいや、
や僕コーヒーいいっすよっていうそういう状態じゃあとりあえず話っていうことで押し切り燃えた海老原ゆりと話していて、もうその時はもう記憶戻らなかったんですよ。昔はフルーツラバーク来ていて、デビュー前にでそこで働いて、でモデルとしてデビューする、でキャンキャンできるできる、もうちょっとワードが欲しい、誰でもできるっていうワード、ただ誰でもできるにすると正社員雇用、まあそれも一時雇用なんですけども、途中で廃刊になるから、だからまあ、ちょっともう話していてあんまりキリなくなるし時間かかりすぎるから、まあまあ結婚金祝いで佳子さまに固定してますし、その半額3回入りました、もうそれしちゃダメだから、他の住宅ももしかしたらもうこれちょっとあの文部科学省とか国会議員の人たちの方で対応してくださいね、コンピューター設定、淡井圭介との結婚話うんぬん等で結局芸能界が迷惑かけてきた、スポーツ業界が迷惑かけてきた、それによって建てた家があるんじゃないですか、もしくは、まあ、芸能界で、例えば、まあ、手を差し伸べる方向でもいいと思うんですけども、そこのね、有馬警察署のすぐ近くのところに、大きな家があったんですよ。2軒分ぐらいの。コンクリートの余計な壁を作ってた家。心当たりあるでしょ。AWEX の人たちの上の方の人たちか、浜崎あゆみ当人なら。浜崎あゆみはそこで、一応外を眺めれるような、ね、変に出っ張った、変な作り方してるんですよ。でそこをうろついてるあの映像は僕の家には回ってきてるからでその後そこは誰も住居者がいなくて、結局証拠を残さないように建物解体して、一応僕はね あんな建物無理だっていうことを言ってたんですよ、固定資産税とかの方で。結局 AWEX が余計に会社のお金使って建てて、自分たちで解体させられたんじゃないですか、 AWEX さんの方だって。淡井圭介関係の人 AWEX の人たち多いですよ、ジャンナダルクも AWEX でしょ。でもうこれねちょっとあの一般人の人用向けなんですけども、綺麗なちゃんとした歌詞書く人ソニーグループAWEX よく見たらあまあ年はもう1、2、3年いてまだ良い歌詞書いてたらな、もうほんと辞めさすからの AWEX グループ、その話もなかった。 AWEX を持たないから本当に潰されるから、 AWEX 自体存在、会社の売り上げ100億円超えてる、無理やからそれだけじゃ理由、 お金の話じゃないから、本当にあのちゃんとあの性格がまともかどうか、エロ業界じゃないかどうか、そっちの方が重要、本当に。そ金額大きくなればなるほどやばい組織ってなるから余計潰されるからね、今までの経緯ちゃんと見てきたら分かる。だから、ま、一応歌詞で和楽あとは和楽器バンドでもなんか吉原歌ってるのあったわすぐに僕言われとるからあかん、あんな歌詞作ったあかん、ちょ AWEX どうなってんのって、まだ浜崎あゆみの方がマシってそうエロい歌詞は確かあったあったなかった、また探さなきゃならないあの曲数ジャンヌ・ダルクの曲数100ぐらいあったからだんだん年数の経過とともにあのちゃんとした歌詞に変わってきたから、ジャンヌ・ダルク本当は僕より年上の人たちなんですけども、やっぱりこういうふうに言われますから、最初から綺麗な歌詞書いといた方がいいで、あのバンプオブチキンのあのボーカルの人はどう見ても体操の内村航平、やっぱり名前だと使ってこれも同じ器用だなぁと思って、いやボーカルしてる時ってやっぱり筋肉ついてないじゃないですか、その全国ツアーとかいろいろしなきゃなんないか、体鍛えてる場合じゃなくなるでしょ、体操に戻って体鍛えなきゃなんなかった。いやこれただ単に顔の貸し借りの可能性もあるんですよ、あの顔借りたりしてあのそっくり同じような顔に作ったりできるのはできるんですよ、髪の借り的な力で本当に。だから、まあ本当はその内村航平とバンプオブチキン同時に生番組で出せますって こっち側が聞いた時にね、ちょっと手挙げてとかそれしなかったら
合成グラフィックの話もある。もうもともとそこに当人とかいないのに、映像とかでね、そこに作り物の何か映像でもいいじゃないですか。こう、そこをこうね、指さして何々っていうことを説明してる映像は、だいぶ前から報道とかでもしてるし、他の番組もしてるし、もっと昔たどったら、1980年代からターミネーターであんだけすごい合成グラフィック作れてるんですよ。1980年代で。何でもできちゃうじゃないですか。もうこんだけややこしい世界なのに、もう普通に家もう来たことあるんだから、過去さ何のために子供の頃から仲良くなったか全然わかんない。普通に来てくれたらいいじゃない。僕のことずっと正義を丸くり情報封鎖してるんですよ、テレビに出さないっていう方法で。いやだからオバマ大統領の話とか、黒人初の大統領で広島原爆投下の日に、日米の友好関係の話をそこでちゃんと言えばね、日本の人とアメリカの人での国民感情、だ僕が小学生ぐらいの頃は日米の国民感情っていうものはまあ難しい状態だったんですよ。本当に第二次世界大戦からまだ50年後、50年も経過してないんですよ。僕生まれたのは1977年で、まあ小学生ぐらい、まあ10歳ぐらいとして87年ぐらいだとするじゃないですか。で、その頃って戦後40年ぐらいでしょう。じゃあ、例えば東京大学の暴徒化したデモだとか、あれもともと何が原因かって言ったら、その時の総理がね、アメリカと日米同盟を結ぶって言って東大が暴動を起こしてるんですよ。日本の大学ランキング本当は最下位だから、東大嘘多すぎる、東京してきたことの罪の大きさ、それでまず物事見なきゃならないんです。それプラス今の世代の人たちにはそれだけのなんていうの、責任を負うだけのような話ではない。わかりやすく言うと、ただもう六法全書とかでね、おうのところをオフって書いてるんです。最後うって書かないでふうって書いてるんですよ。オフをオフって、あれ絶対絶対そう、おうのかおわないのか、そのもう今までいろんなことをしてきてしまった人たち、大体国会議員の人たちとかで、また大卒の人間が政府上層部に登っていくでしょ。絶対無理じゃないって、逃げ道ずっと探して、違う法律強い人とかが出てきて本当に裁かれるか。まあまあ、この間の谷川議員の件の記事、一応僕のホームページからアクセスできるようにしておきますね。ちゃんと刑事事件で捕まるときは捕まるからって、検察庁に上げられるから、起訴何回も言っておきました。間違いないように。基礎ができているのと、基礎工事とかの基礎、基本の基礎がしっかりできているのか、基礎がで、訴訟の方の基礎がしっかりできて、こんなにフェイクニュース多かった、みんな傍聴席行って確認しようとするんでしょう。もうこれしか方法ないわ。もう全国放送したらいいじゃないですか、本当に。そういうニュースほど。それでちゃんとね、谷川議員の件に関して、あの人、長崎出身の元々建築業者の人、建築業界の役員、社長。で、それで議員になってるんですよ。で、IR、長崎にカジノとか言い始めて、少なくとも長崎ヴァンフォーレのスタジアムを作ってしまった方、もう出来上がる寸前か、もしくはできた後、もうテレビのニュースも全国ごちゃごちゃなのか、僕も何がないかわからないから、本当は。国民の税金、数百億円使ってしまった方、本当に。それは捕まるわ。それちゃんと一部始終、テレビ中継で、ちゃんとね、裁判所中継しておけば、日本中に対して、しっかりしたメッセージ、これだろって、本当に捕まるよっていうことが分かってたんですよ。まあ、今回の動画は、YouTube 一覧表で、まあ、皇室の方たちや国会議員の方たちやマスコミの人たちへのところの欄にからもアクセスできるようにしておきます。すいません方、マスコミの人たちとかちゃんとこの情報を伝えようとしないでしょ。あとだから子供の頃から
マコさん、マコさん、僕の家に遊びに来てた話とか。何回も何回も、で、住宅の掃除に加わってるかもしれない。月に、まあ、年に何回かね、日曜日に住宅の掃除をするんですけども、その時ちょいちょい、淡いケースけど、結婚話したことのあるテレビ局の人間とか、小林真弥もいつなんか紛れ込んでいたから、僕、全然わかんなかったから、僕。髪型が普通の髪型になっていて、そう、だからテレビ出てるような状態、なんか、もう、それでも僕は顔作りなんかさせられる、嫌やから、僕の自分の顔、グレードダウンさせられて、その人たちがね、顔が綺麗になったりとか、それ嫌だから、本当は。わからないから、本当に。顔変わってるから。で、小林っていう名前、ありふれてるから、で他にも、女性で勤務先で小林なんとかっていう、まあ同じぐらいの近い年齢層の女性の人もいたから、全員が全員顔しっかり覚えてれるかって、それはそれ無理なんです。小林さん多すぎて小林さんがまとまって大林さんなんちゃうか、林さんが大林さんと小林さん相手が林さんなんだちゃうか。林さんもいた、男性でも勤務さん。まあその人とはちょっとだけ会社内で会った方なんでそんなに偉そうやねんみたいなことを言ってきた人なんですよ。僕はね、二十歳か二十歳手前ぐらいで、ウルツラパークのバーベキューコーナーの表の方を仕切ってた頃。で、それで、後から入ってきた人でね。で、そこは、その時の、ウルツラパークの株式会社神戸ワインの、そこのバーベキューコーナーの主任の宮谷さんの方に話してもらって、いや、もうこういうふうなこと言われてるんですけど、対応してもらえませんかっていうことで。で、表の方はもう ここは彼に任せてるからっていうことで。君は後から入ってきた人間だから、君の方が年上かもしれないけども、淡井君の言うことを聞くようにっていうことで、対応してもらってるんです。そこはいいと思っちゃうかった。まあ、住宅の掃除とかでも、まこちゃん、かこちゃん、来ていた方かもしれない。理由全然わからない。何言われたかも覚えてないから、本当に。だってもともと僕が住宅の掃除に出てない時に、二十歳過ぎの頃、麻生太郎さんがここの集会所、集会所に来てた。多分僕はいない、僕はいた時でしたっけ。もうそれも覚えてない。その後総理になられてます、麻生太郎さん。まあもともとそういう路線だったと思うんですけども。もう本当、もうちゃんとまず話し合いしなきゃなんないから、まず来るんだったら昼間でもその方がいい。子供とか学校行ってるから、もう その子供がギャーギャー言い始めた、本当は鬱陶しいから、本当に重要な話、何話するかイライラさせられたりとかして、こう忘れるから、どうせ。もう聞きない過去様に、その3階とか入ったとか、ここの、まあ、ここの僕の家に子供の頃遊びに来た話とかだったらいいんですけど、もう、それだったら付きまとい行為になるから、3階とかに隠れたりするんだったら。本当、もう全員がそう。で、鍵警察の方で全部回収すること。本当に。もうそうせんかったら、聞きない。で、他の家もそう。それ、何かを、だから、スポーツの勝ち負けでもそうだけども、僕にちゃんとお金くれたらいいんだけども、それをしないで家とか作ってるんだったら、スポーツ業界の人間がスポーツ選手を辞めてから建築業界行ってるの知ってるから。ただ、淡井圭介を利用してお金稼ぎをしていたで、エネルギーの残存量問題なんて無頓着で、とにかく家作って金稼ぎをしていたっていうことになる。自分たちの給与とかという形でね。それはもう絶対ダメだっていうことで、もう何年も前から善意ある、ちゃんとした、しっかりした国会議員の人たちが国会で言ってくれてるんですよ。だそこ出会いじゃダメだって、だから。カコ様であったも。もうカコちゃんであったとしても。皇室の人でも。自分たちのお金で買い取って所有物にして固定資産税払うんだったらいいですよ。だけどもうそれ以上そこまでそれされたらもっとややこしくなるから、この話。以前も言った。言いました。本当に。
給与によってその人が正しい行動をしているかどうかを見抜くんじゃなくて、何があったかの経緯までしっかりと説明ができる人であって、正しい認識ができている人で、社会全体で何に向かって対応しなきゃならないのか、エネルギーの残存量問題や少子化問題で、その実態をしっかりと説明できる人間、僕ぐらいしかいない。国会議員の人たちでもなかなか分かってなかったんですから、もともとはね。州は株式会社とか、灯油の循環販売の仕事ができてからじゃないですか。家の件数が実態が分かったの。だから地図、一軒表札の入ってる地図をね、ある程度つなぎ合わせて、例えば、神戸市、兵庫県、三木市の緑ヶ丘、西とか東とか青山とか旭ヶ丘だとか、まあ、生ヶ丘は小野市になるんですけども、まあ、あと神戸市のね、唐戸台だとか、まあ、北辰西和台だとか、藤原台だとか、有野台だとか、そういうのを地図全部くっつけているから、件数分かってるんですよ。持ち出しの、チラシの枚数が決まってあるから。あんまりたくさん余分にチラシも作ってられないから、だから持ち出し、もう、そこ何件かも分かってるからっていうことで、もう、枚数決まってるんですよ。持ち出しの。まあ、それで家の件数なんか簡単に分かるんですよ。足したらいいだけだから。そこから引く空き家なんですよ。前後全然違う。それでもエネルギーの消費が加速してるのが、世界中の、工場を電気止めたったらいいんですよ。そしたら生産できなくなるから。それで本当に、中古車が出回る。中古車がどうなってるかっていうと、何十年もほったらかしになって、もうタイヤがパンクしてる、空気抜けて。そういう車いっぱいもうちょっと歩いただけで見かけますから。少なくとも昨日、ちょっと歩いただけで、2台見かけましたよ。赤い昔の車と、ネズミ色の車、外車の方、昔からずっとそこに置きっぱなし。この辺のあたり、くまなく、いろいろ、くまなくっていう言葉で合ってます？なんかもう僕、口癖になってるんですけども。もうそのあたり、至るところ、車止めてるところ、たくさん見回ったらどうなってるかっていう状況はある程度分かってますから、中古車が売れない。で、それは新車を販売してるから。新車がなくなれば、本当にどうしても車必要な人だけは中古車買うから、仕事の通勤とかで絶対必要な人だけ。だそれでちょうどいいぐらい。で、補助金を撤廃して、電気自動車の軽自動車だけ販売すればいいんじゃないですか。で、中古の普通車を背の高い人用に置いておく。まあ、軽自動車だったら、例えば身長190センチぐらいの人だったら無理でしょう。軽自動車は今やってるのは電気自動車のことですよ。他の軽自動車の生産販売停止して。もうそれぐらいせんかったらもう絶対無理ですよ。それしても多分、当分、今まで作ってきてしまったものがあるから、10年ぐらいはエネルギーの消費が加速したままだと思いますよ。原則まではなかなか、全部僕は言った通りのことをすぐにすれば5年以内にエネルギーの消費を減速することはできると思います。だけども多分、何年も前から同じこと言ってるのに、全く何もしないっていうことは、多分変わんないでしょう。そういう状況、何が変わってない？こんだけ女とのこと言って、まだ僕の昼間横歩いてる人たち。もう無理だと思う、こんな社会。僕の家に来ることぐらい、そんなに簡単なことぐらいできないんだったら。もう僕もどうしたらいいかわかんない今日の過ごしから、心の声では佳子さま、今日今日って言ってるんだけども、今度は電波で。あと、さっき急に動画のその容量がなくなったということで動画途切れたんですけども、その僕が言った内容を考えた時にね、なんかおかしくないですか？毎回毎回。動画が途切れる瞬間のところ。でしょ？もう何回かそれ測ったことあるんですよ。もう少し本当は撮影できるとか、容量的に。で、まあ、別にこれ今、佳子さまを責めてるんじゃなくて、そのコンピューターの AI のね、ところの判断なのか、何なのか、ちょっと僕もよくわからない。神がかり的な力の方なのか。で、まあこれ、まあまあ、
まあ、証言としてね、学校教育でも、まあ、精子のことは中学生とかのその保健の授業とかでも習ったりしますから、ある程度学校の先生から今のこと言われて分かる人とか手挙げてみてとか、あの親から何か聞いたとか、あのそういうこと学校で、あるはずですから、我々の時はありました。で、あのこれはっきり言っておきますね、あの夜の0時00を超えた時から日付変わるわけじゃないですか。だからまあ今日になるわけじゃないですか。で、正直その出しておいた方が眠りやすいです。途中で起こされにくい。多分ね、それ僕の防御方法になってません？で、昔もこれ言わされたから、まあ一応これ証言でも一応言っておきます、その現象で。それに関して、だからなぜなのかっていうところはいまいちよくわからない。で、テレビとか基本的に報道番組を見てますけども、報道番組を見ていてね、一切何も話しかけないで、もうどうでもええわっていう気持ちで、もう言葉はもう何もほぼ頭の中入ってきてない状態で、もうぐーってこう寝かける。で、そういう時ってね、そのまますんなり寝れたりとかしてたんですよ。別に出さなくてもね。で、その状態が作れるかって言ったら、そもそもテレビ見んかったらええやんっていう話になってくるじゃないですか。見る必要がないっていう。わからないですけども、例えば明日土曜日でしょう。まあ、斎藤真美っていうテレビ朝日のアナウンサーそのものも、僕に結婚話、まあ、恋愛付き合いを云々の手紙を書いて持ってきたことあるんですよ。少なくとも2003年のホテルオーブラ神戸の時はそうだったから、一番最初はいつからかわからないですけども、その時間帯に合わせて無理やり起こされてるのか、土曜日だけで言うとそうなんだけども、もう今更他、例えば目覚ましテレビとか、ああいう風な番組で、淡井圭介と結婚話した人間がもう今出てるかって言ったら、どこの局もいないから、昔は西尾ゆかりとか、ズームインとかに出ていたから、高島屋は、目覚ましテレビだとか、まあまあ心当たりがあるといえば、まあ一番最後の方は、宇垣美里が、TBS。もうそういったものたちは、もうだいぶ前から出てないから、朝早くに起こされる理由はないんですよ。まあ斎藤真美に関してはまだなんか朝出てる、それやめてくれって言ってるのに。で、多分夜歩いてる連中って話し合いする気は本当はないんでしょう、多分。いや、多分もうここまでややこしい事態になってるっていうことをしっかりと話し合わなきゃならないし、どれぐらい頭の中に入って日々生活してるのかっていうことも確認しなきゃならないし、テレビ局のところで本当はどうなのって、人類の残存の問題って取り組む気ありそうっていうところの話とか、いろいろ話しなきゃならないことある、本当に。で、あとは精子を生産されなくなる薬を飲まされて、その、以前も言いましたけど、奇形獣の話、ベトナムの枯葉剤の話、ベトちゃん、ドクちゃんの話、そういったところも、聞いたときに、どう思ったって、結婚するのやっぱり無理だって思わなかったって、思った、もうそれでいいから、そのことをちゃんと証言してほしいとか、まあ、そういう話になります。裁判用で使うから。で、それすらも、協力みんなしたくないようにしか今のところ行動していません。だからもう僕としても、今お手上げ状態ですよ。何の裁判もみんな協力してくれる気配ないから。本当に。で、14日の報道ステーションでしたっけ ?15 日の報道ステーションでしたっけ、どちらかで、なんか、ニュースに、なる予定だったんですが、ニュースは落ちないんだったかな、報道ステーションの方だったと思う。ニュースになる予定だったんですがって言ってたんですけども、あれも表向け用でごまかしてるんでしょう。一番正直頭抱えてるのは僕なんですよ。
もう僕、もう正直この後ゲームします。それで結婚してくれない人、結婚してくれない人だと思いますよ、本当に。だから、だから僕になぜ強制労働をこう強いるような形で、遊んではダメだ、もうそれで頭取られてる。いうことによって。だから僕と同じ環境になってみなさいよって。スポーツの勝ち負けだけじゃなくて、結婚話を運動した人間なんか、それ責任問題だから、はっきり言って。いや、だから他の部屋から出てきたの何回か目撃してるし、例えば隣だったら米倉涼子さんが、こう数年前に入ってるの見たから、209号室。しかも、見つかったらもう急いで隠れるようにして入っていようかな。 あれ何なの？あの電波でいろいろ聞こえてくるの、僕に映してるの？何理由で、当人たちも、粟井圭介がこうなってる、ああなってるって、それ分かってて、ちゃんと頭の中残ってます。これだけ何回も言って、今さら知りませんは通用しませんよ。それで出さなきゃ眠れなくなってる。分かんない、本当に。もう何もかもが鬱陶しくなりますから、本当に。で、だからこれね、一般人の人にもアンケート調査で聞いてもらったんですよ、だいぶ前に。もう何十年も、10年以上前ですよ。で、まあ、コメントしてくれてるのはね、まあ、一般人に見せかけて、もしかしたらテレビ局関係者かもしれませんけども、相当若いですよ、大学生ぐらいの人だと思いますよ、見た目。で、そんなことになってるんだったら、本当に、二次元の世界とかじゃないと無理だから、そういう話になるんですよ。出す、出さないの対象、本当に。テレビ局は主導権持っちゃダメ。出す、出さないに関しては、本当に。もうそれだけでも悩む。わ かります？もうこれ本当もう悩むから、本当に。悩んでるから、これ。他の芸能人の人とかでもそれ、悩む時に入ってからって30分経過してもまだずっと考え込んでる時期あるって、本当に。もう何しても結局追い込んでくる時は追い込んでくる、そこのシステム。で、一応スポーツ業界との決着に関しては、それで勝ち負けが決まってるようだったら、それこそスポーツ業界がエロ業界側じゃないかっていうことなんですよ。なんで家の中でそんなことしてることまで分かんねんっていう話で、本当に。晴れも整骨院、あいつら。一番怪しいの。これも警察に何回か言って、例えばトイレ入ってる時に外から声をかけてくる連中とか、風呂入ってる時、シャワー浴びてる時に、廊下を歩く女とか、もう大体おばはん。まあ、粟井圭介との結婚話したことある女性が叱られてる時の言葉聞いたことあります？もう、真面目な人はね、あんたたちが名前と住所、電話番号、いつまでたっても教えへんから、もうあんなことになってるでしょって。で、こういうふうに、あの人たちにも叱らなかった、あの人たちも行動を変えないからっていうことで。で、まあまあ、ちょっと、そういう方向、エロの方向からしか考えないとは、あんたたちが相手しないからとか、なんかそういうふうな言い方とかしてる、ところ見たこと、見たことあるんですよ、言われてるところ。声聞こえてね。言ってる当人たちの声は聞こえないんですけども、まあ他にも、全然違う方向性で、ニュースがフェイクニュース混じりだっていうことで、報道ステーションの前のアナウンサー、富川さんの時にね、子供を多分連れてきて子供に言わせてると思うんですけど、もしくは、もっと前の、何十年も前の、音声を使用しているのがコンピューター。お前らがあっち側やろ、出ていけって、めちゃくちゃお、あの、大声でね、めちゃくちゃ怒った声で、言われてます。男の子と女の子の。だけど大人でも子供の声に変わって聞こえてくる時とかもあるから、もうだからもう今日なんかもう大変、大江真理子の声までは聞こえてくるし、思い出した思い出した、昨日の晩最後見たのはワールドビジネスサテライト。
出てないやんって。それ、出てないのに、大山莉子の声が聞こえてきてるっていう、その現象。ごめんなさいね、もう足組んで、もう、ちょっと足元、あんまり足広、伸ばせなかったりして、しんどいかな。ちょっと足こませてください。すいません、本当に。謝るから、ちょっと乗れ、ここでも、僕の体にいられても困るから、なんかもう入院っていう声とか聞こえてきた。だから、さっき入院って言った声が聞こえてきたとき、僕が証言したとき、11分、11秒、動画つなぎ合わせるから、もう分からなくなると思いますけども、そういう2回目の撮影のときの動画の、分、11分、11秒と言うんですよ。だからもう、コンピューターも短い言葉でのヒントとか混ぜられたら、もう、どうせみんな間違えるから、短い言葉。アジアカップ、やらせ。のくせに、最後、バーレーンの2連覇。ヨルダン初優勝でいいじゃないっていう。ああ、まだ卑怯なことしかできんよ、サッカーって。もうそこはもうヨルダンの優勝にしといたらいいんですよ。本当に。韓国なんか見てみなさいな。ヨルダン勝たせてあげるために。ね。最後、ディフェンダー1枚の時。そのディフェンダーの選手、韓国のディフェンダーの選手。相手選手、ボール追いに行ってないんですよ。1メートルぐらい間開けて。スライディングも何にもなし。まあ、角度的にも後ろから行ったらファールになるんですけども、また走っていって、こう、ちょっとね、シュートをしにくくさせたりとかできるけども、明らかに本気で走ってないかなって、その後も。この韓国のディフェンダーが、もう、それできるやつでね、もうヨルダンが勝つっていう方向で、もう両チーム分かっていて、試合進めてるんですよ。で、韓国のディフェンダー、今度2人なんですよ。で、そこ、もう完全に二人ともボールに追いに行ってないんですよ。それで、ね、ヨルダンの選手。本当はキーパーとの1対1の状況なんです、それね。外しちゃって。嘘その前はディフェンダー一人で追っていかないと、でもそれは本当はキーパーと1対1だから、そこ決めないと2回。ほら、もうこういうことがあるから、もう、どちらか勝たせるとき、もうはっきり、もうヨルダン初優勝なんだが、カタールがシュートしなかったらいいんですよ。シュートするふりして、本当に。ただ、それでお金返す言われたら僕知りませんよ。最初から大会始まらないからみんなに言うといたらいいんですよ。平和の方が重要だから、今回のアジアカップ、ヨルダンの優勝が決まっています。それでもチケット購入されますかって。で、そこからの話の延長線上で、エネルギーの残存量問題と結びつけば、ね、アジアカップいらないじゃないっていう話に出来上がる。エネルギーの残存量問題対処できる。最後にバーレー入賞って、でスタジアム建設したから優勝させてくれるでしょ。それ一番ダメなパターンですよ。スタジアム建設しちゃったから、一番最初に負けなきゃならないんですよ、本当に。本当本当。だから2002年の日韓ワールドカップなんですけども、日本も韓国も優勝しなかった理由は、僕からのエネルギーの残存問題の考え方からでいうと、新しくスタジアムを作ってしまった日本、優勝する価値ない。それ。もうその方向でしか話進めようないんですよ。エネルギーの残存問題で。世界中どこの国もいろいろ調査したときに、どこの国が一番たくさんスタジアム人口比率で作ってしまったか、客席に合わせて、多ければ多いところが負けなきゃならない。最初の方で、予選。もうこれでいいじゃないですか。スポーツ国際司法裁判所と国際、ハーグの国際司法裁判所、両方で判決もらったらいいんですよ。いいんですよ。そう見たら、国連からだったり、たかがボール蹴ってるスポーツ。輸入止まる。それね、いつ再開するかの話は置いといて、反省、ちゃんと反省したら、ね、石油とガス輸入認めたるわって。オランダの国際司法裁判所で、それね、一時だったりさせたったらいいんですよ。そしたら一般人みんな目覚めるから。それが本物の覚醒。もともと我が天下とか我が天下戦国風で覚醒っていう概念をね導入したんですけども、すごく強くなるっていう、まあ目覚めるっていう意味でね、まあ強いとは何ですかの定義にもよるんですけども、まあその
あとですよ、ワンピースでも、あの、悪魔の実で覚醒とかそういう設定が出てきたの。で、あとはいろんな動画で、覚醒覚醒ってみんなに言い始めた。これ、まだするかどうかわかんないですけども、ちょいちょい、あの、新しいストーリー、続きが始まるセイントセイヤ。覚醒の話で、これ。なんとかできるの状態。これね、もう元々設定がブロンズセイントと次の強いところがシルバーセイントで、その次に強いのがゴールドセイントで一番強いとされてるんですよ。金金銅みたいな形。気づく人は気づくか。一応ね、いろんな話とかで、ブロンズセイントでも、ブロンズはもともと青銅銅。もうちょっとそこはちょっと怖い話になってくるんですけども、アテナの血で、なんか血でそのまとってるね、その装着してるあの鎧みたいなのをクロスって呼んでるんですけども、クロスってもともと十字架やろってツッコミとかいろいろあるんですけど、アテナの血によってゴッドセイントとかなんかそんな形でゴールドセイントを上回る神の世界はまたいつも通りなんかこう話だんだん最終的に神様の世界に突入してきて誰も手に負えなくなる話になってくるんですけど、もうそこまでの話いったらもう次先作りようなくなってくるんですよ。神様よりもすごい存在ってどうしようって、もう神様のいろんな神様出してくるしかないから、だから冥王ポセイドンとか、もうそれは元々のセイントセイヤの話で出てきてるんで、あと、あ、じゃあ冥王ポセイドンじゃない、海王ポセイドン、ごめんなさい、完全に間違う。冥王は、ハーデス、ハーデス、わかるよ、日本語の話がごっちゃん、ハーって言えんと。まあ、プレート説とかは、それ、そう言ってしまってもしょうがないと思う。大学の教授、プレート説とか言い始めたら、もう怒った顔でちゃんと、はぁって言ったった方がいいと思う。わかりやすいから。お前らそんなことで税金むしゃぶりついてたんって、本当に。国返納税の話。それで住民税下げだるまの話。それがみんなで消費税。東京大学の、暴れる運動、違う違う。一般人の署名集めた100万人分ぐらいの署名集まって最高裁まで上げたったな。大学の教授の給与減らせる、税金返納させる国庫に、はあ、大人の運動の方がやっぱりすごかったなっていう話になるから、はあ、どうしよう、もう。なんか、もうすぐしたら気温が上がるらしいですけども、本当のことがいろいろ出てきたら、僕の方に主導権が回ってくるはずだから、なんか、仕組みはもうバレた後なんですよ。14日に備えて、12、13、14、ゲームしないんですよ。気温上がったでしょ。13、14かな。2日間ゲームしなかった、連続で。で、昨日かな、天気予報で見てもらったら分かると思うんですけども、南風が今度北風に変わって、寒気がとか言ってるんですけども、矢印の方向でね、暖かい風は、赤に近いオレンジ色とかで表記したりとか、オレンジ色とかで表記してるでしょ、暖かい風。北風は青い風で表記されてるでしょ。北風吹くって言ってるでしょ。朝鮮半島みたいにびっくりしますから。黄色というか、オレンジ色というか、赤い矢印向こうあったか。もう絶対これ人のしてること。それでも物事決まってる。で、これバレた後だから、ゲーム敷いて温度が上がって冬場はね。で、ゲームを敷いて夏場は気温が下がる。で、それでいいはずなんですよ、日本としては。バレた方。僕がじゃなくて、他の人たちが。あ、悪いことしていたっていうことね。その結婚話をしたにせよ、何にせよ。いや、これ本当に記憶ないんですけども、絶対ここ20年間に関しては絶対僕チョコレートもらってないんですよ。絶対間違いなく。
結婚話云々とか絶対だって会ってないですもん。そういうところが男友達とも定食屋を開いている、同級生のところで何回か話交わしただけで、それ以外のと、友達と会話交わしてないんですよ。だから男友達も会ってない、それ以外で。それも数回だけ、その定食屋。だから絶対もらってない。じゃあ、26歳から、まあ、フルーツアパークで働き始めたのが18歳ぐらいだから、そこでチョコレートをバレンタインデーの時にもらったかっていうと、何回思い出そうとしても、いや、もらってないという記憶しかないんですよ。あれ、何なんです？変でしょ。だからその結婚話、女とかの話が本当なんだったら、普通渡すやろうっていうね。渡してるやろ、淡井さんにって。みんなそれ利用してテレビ出たかったんじゃないのって。アナウンサーもそうだけども、一番のはあれ 藤原紀香さんとか いろんな映画に出て事務所ごとで稼いだ方 浜崎あゆみとか ねえ、もう女性だけの話中心にするともう話むちゃくちゃになるでしょ。だから APEX がなんとか持ちこたえれたのは、ジャンヌダルクの人たちに関しては、僕はブレイクアウトマスターちゃんと見に行ったんですよ。まだインディーズの頃。で、まあ技術的なところで、ちゃんと演奏、できるかどうかっていうところでね。まあ、とりあえず音が出てない、云々は神がかり的な力、つながり云々とかで、それ失敗してしまうことあるから、これしょうがない。そう、本当に、本当に。ただ、目指そうとしてるところが、ハイレベルなところを目指そうとしてるか、もう、ここから、もうすぐに改善して、でもこれ、どうにかする方向でいかんかった。軒並みほとんどに、本当はこれ。モアザラブ、モダンザラブ、どちらか曲名忘れましたけど、もう一回後で確認しておきます。昨日ね、着信通知、グレイの保管庫からのところかなって。モアザラブかモダンザラブを歌ってる時に、その、君の何々ロックンロールって言うんですけど、その前のワードが、それ言ってはならない。大声でそのまま。拓郎さんが叫んでて、リーダー責任なのかな。てるさんはそこのワード歌わないよ。そうや、昔そういう話になった。もう、グレイの皆さん、もうこういうこと言っちゃダメだから、こういう歌詞書いちゃダメだから。唇、嫉妬、ジェラシー、どちらの読み方かわからない。漢字は嫉妬。で、誘惑、全部ダメ。曲調だけはいいんですよ。で、正直みんないろいろ今まで人生あるからストレス感じるの分かる。僕みたいな童貞の人間でもいろいろ分かる。その方向で考えてしまうことある。本当に。童貞だからこそそれ言える権利がある。で、じゃあ、それ本当に浮気した人間そんなこと言ってたら、お前。ワンピースのガープ、ガープ、ガープ、ガープの、英雄ガープのギャラクシーインパクト。げんこつ銀河って感じ。宇宙がね、出来上がった原理、ビッグバンの話、あれ絶対嘘。この間も言った、核兵器ね、爆発して宇宙出来上がったから、出来上がってない。爆発して宇宙なんかできるわけない。アホ極まれりや。それが大学の教授。言い出したの、大学の教授。これが本当の話。基本給、最後の方、1000万超え。みんなふざけんな。はよ、民営化せえって。ちょっとこれ僕が言い始めたんじゃないから。もっと前の、ね、先代の人たちの、よくわかっている人たちがちゃんと言ってくれてるから。民営化せえって。ギャラクシーインパクト食らっとき。げんこつ銀が。本当のこと僕はこの間言った。もう人間よりも上位の神様は絶対存在する。神様じゃないと宇宙なんか作れない。とんでもない存在。そうじゃなかったら、こういうよくわからない法則性なんか作れない。物理法則を超えてくるような内容、太陽。
何十億年か 何百億年か何千億年燃えてるのか知らないんですよ。そもそも宇宙がいつ出来上がったのかなんかみんなわからないじゃないですか。わかる人間なんかいないでしょ。ずっと燃えてるのに体積変わってないとしか思えないじゃないですか。ね、人間の行動等によって気温上がったりしてるでしょ。燃えてるんだったら太陽どんどん小さくなっていくわけじゃないですか。あの面積大きいっていうことはそれだけたくさん燃えてるっていうことであって早く小さくなるっていうことですよ。そしたら地球は冷却化していくはずでしょ。だけど実際はどうです、温暖化でしょ。話逆になってるでしょ。多分太陽体積変わってない、結論で言うと。かといってこれはもう採掘現場で穴掘ってる人たちの方がよくわかってる。もう穴掘ったらもうそれが元通りになることなんかない。使ったらなくなる、金属も錆びたらなくなる。だからその辺は神様が作った原因。ちょっともう何を話するかわからなくなってきたんですけども、だから、まあ天気予報ではこの後気温が上がっていく話になるんですけども、でも僕は自分の睡眠を確保したいから、もう会える会えないとかじゃなくて、正直順次回ってから出しといて、でちゃんと寝たいとかになる本当に。でこの間14日の日がすごく悲惨で、多分皮膚とってもやっぱり春山整骨院とかあいつらが先にあの大きな声でつながってこうとして声かけてきてるから、おはようございますとか言ってめちゃくちゃ大きな声で、もうものすごい腹立つから、やめろ言うてもやめないから。自分たちがばあさんとかだから殴られないと思ってるから、いつまでたっても、まあ、いつまでたってもするんだと思う。ギャラクシーインパクト誰かガープ連れてきてくれ本当に。いやもうあのその2日前はね、一応睡眠時間はね連日で7時間ぐらい寝れたんですよ。だから毛穴がだいぶ開いていたんですけども、14日ねその日の朝どうだったか言ったら、もっと毛穴開いてる、面積広がってたんですよ。逆に回復しておかなきゃなんないのに、ある程度回復したのに、その朝から声かけられてるのが原因か何なのか分かんないんですけども、そうなっていて、昼過ぎぐらい、春山整骨院のやつらがいなくなってから、毛穴はね、ほとんど開いてない。まあ、ちょっとこの辺ぐらい、毛穴開いてる状態。多分それぐらいが、それまでの睡眠時間を考えると、整合性が一致する状態だから取られてる。で一応まあ14日だったからっていうことで皮膚は一応修復されてました。あしっかり眠れてるかどうかで変わるし、それこそね加護様たちみたいな、僕が聞いてた話では皇居に隠れさせてもらえる、まとめてもらえるの方だったんですよ。さすがにそこは外から起こしに大きな声とかそれないじゃないですか。なんで助けてくれないんだろうって。それこそそこで河川水門開式山発電と地下水流トンネル発電の話したらいいのにって。でそれ急に連れていくのなし、そのまま東京に連れて行ったりするの夕方からとか。じゃもう家の中で大事なもん一切稼い全部持っていきたいから、本当にここの家の中で起きてた現象を言いました。保護侵入されてる、仮執行の判決の処理まで盗まれてるんだから、それ法的に言うと完全にあれですよ、捕まる、あれですよ、内容ですよ、裁判所判決。しかも勝訴の仮執行、300万超え。今川さんで言うと年金利の5分で行くと、500万超えてる。うん、絶対そう。元本の組み込みがある。1年ごとに。ちょっと年金利の5分の方ですよ。商法の方じゃないですよ。6分の方じゃ。年金利5分の方ですよ。民法の。いや、もうだからもう、とにかく僕の家に普通に来ること、子供じゃないんだから、もう全員。もう本当はもうこっち本当はもうバカバカしくなる、本当に。それ好きという気持ちを奮い立たせて踏ん張らなきゃならない状況で、僕が嫌気させた時に、うん、そっちが降ったとか、最初、そう、もともと芸能界の話で言うと、
ちゃうやん。阪神・淡路大震災の被災者利用して世界中にマーケティング広げて、音楽業界もそうだけども、売って稼いどるやんって、会社としてもっていくら渡したのか知れませんよ。それは従業員によって、そこの会社に何があったかとかにもよりますから。いや本当に本当に、別に悪いことしなかったとしても、例えば東京ドームとかのライブとかで会場を借りようと思ったら1700万円以上は払わなきゃならなかったはずですよ。1日、あれ1日でしょ、もしかして午前とここに分かれてました。1日でしょ、1日は1700万円以上で、でお客さんの入った数によってさらに上乗せだから1800万とか、もしかしたら2000万超えたりしますけど、それぐらいなかったら東京ドームとしても無理があるんですよ。建設費用はと、総建設費用は848億円か868億円、多分848億円だと思います。それぐらいで1日あたりかさばともう話にならないから返済。だから台風とかで中止になるときは中止になりますから。じゃあもうチケット代に関してはあれ、お客さんにね、コンサートライブができないときはちゃんと返金してたでしょ、全額。絶対そうでしょ。それしなかったら今度お客さんも今度ライブ来てこれなくなるでしょ、コンサートも。もうそれはしょうがないから、ある意味台風消滅に関しては音楽業界の人たちも、あ、じゃあありがとうってありがとうございますってこう、まあ、まあテルさんとか年上の人とかだったら、あいこありがとうとか、まあ年下の人とかだったら、あ、じゃあありがとうございますってだと思うんですよ。本当に本当にあれ本当あれはめっちゃ叶わんでしょ、台風来られる時これ本当に。これ本当ルール絶対おかしい。だからそれで、だからもう一回ちょっと本当に警察官の人もこれ大真面目に聞いてもらいたいんですけども、これ出さなきゃ、その特に日付変わってから、日付変わる前に出したら夜中に起こされてるから、本当に早い時1時12時前に寝て、ちょこれ笑いながら言ってるけども、同じ目にあったら絶対無理やから、こんなの絶対睡眠薬飲まなあかん形になるでしょ。で自立支援っていう変な紙出してくるですよ、区役所の。あれがもともと本当はいらないで、昔話一回ケチャクついたんですよ。生活保護受給者証明書あるでしょ、あれ持っていたらいいだけ、窓口に。あ、生活保護の人だから、ここの医療機関もここの医療機関もお金払わなくていいって、これでいい。だって同じですもん。だから本当はその事実支援の窓口いらない。その人たちが本当の事実をしなきゃなんない。自分たちの仕事が余計な仕事でしたっていうことを認めて。だって何月から何日、何月から何日まででって発行されてるし、エネルギーの残存量問題とか本気で取り組んだら、仕事の数もっと減って生活保護者増えます。で、それはもう致し方がない。で、その方向で進むしかない。だからそんなに働くてよかったの考え方で、物事を進める。本当余計な仕事ばっかり増やしてるのは目に余りますね。まあ本当は障害者っていうところに持って行きたがってた連中がいたんじゃないですか。さっきの話、冷静にね、笑わない、今聞いてくれてる警察官の人とか聞いてどう思います？その12時前とかに出しといて、夜中とか明け方に起こされるケースと、日付変わってからね、夜中0時00こう変わってから出しといて、それなりの睡眠時間を確保するケースと、あなたが同じ目にあったらどちらを選びますかって。そりゃそうなるでしょ。昔のゴルゴ隊の警察官の人で同点っていう声が聞こえてきたんでさ、瀬戸藩捕まえた時の調書、僕は証言したから作った人、警部補以上の人で、2019年皇居行った時に皇居の前にいてくれた
老人の警察官の人の声、今電波で聞こえてきたのが同点っていう声なんですよ。絶対同点じゃないから。いやだから極端な人減らしの方向で本気で考えてたんじゃないですか、これ。これ多分ね、そうすることによって、そのテレビに出演した女性と、あと自然と男性も巻き込まれる。淡井圭介の結婚話、いろんな人間が。するとどうなるかっていうと、テレビ出てる人たちが結婚する時期が仮に遅くなったとしましょう。30歳ぐらいの結婚になったとして。で、子供を産むのが数年後だったとしましょう。晩婚化すると、あと独身の人が増える。どうしても。っていうことは、人口がやっぱり減らせる。で、テレビ見てる人たちは、そういう人たちを見て、あ、まだ結婚しなくてもいいんだっていう錯覚をする。あ、まだ大丈夫みたいな安心感。例えば20代前半の人だったら、25歳までに結婚すればまあ大丈夫かなとか、いや、それが30歳までには結婚したいなは実際みんなあると思う。だから現実そうはいかない。なんとなくテレビ見てる人たちを見て基準にしてしまって、まあまだ大丈夫だっていう気持ちになってしまう。まあ、やっぱり人減らしでエネルギーの残存の問題を何とかしようと考えてた人たちがいた。まあまあ最近は私の家の周りで、まあエコーリラとかイオンモールのまあエコーリラのことなんですけども、コロナウイルスのワクチンの会場はなくなりました。何回か言って、取り締まってもらって。全員ある人たちが、まあ、8人ぐらいで来ていていた人たちだと思いますよ、男性8人。あの人たちでしょ、閉じさせていったの。正直、その人たちの仲間に入れてほしい。本当に。本当に本当に。ああ。そう、もうそういうことで、もう今日も音楽は聴くときは聴くし、で、あと、いや、今一瞬佳子様が来たらどうしようは頭の中で考えた。で、どうしても、どうせそのケース考える、その辺があるっていう。あ、けどもう、それ無理、本当に。もう精神的に泣いてる、本当に。もう、それ、歩いたところで、いないときはいないから、で、電波の声が聞こえてきたときに、外出ても、いないときはいないから、いたの？別の芸能人。男性、この辺だ。関口メンディ、もう分かって、もうここまで最初から話、最初から最後まで聞いてくれ。もう今回の動画だけでもいい。他の動画まで聞いたらもっと納得できるから。あの時、淡江さん、もう声かける気なくすの、これ分かるわってなるから。関口メンディやって、最後の方。もうなるわ、これ、本当に。ああ。モダンザラブかモアザラブ、ベスト100から消しとこう。あの文章絶対あかん。じゃあもうそれを伝えたくて、グレイの保管庫からライブのその部分を、曲まるまるじゃないんですよ、その曲の。ある程度歌っておいて、その部分だけタクロムさんがさ、気づかせる。それもそこでもはっきりそのまま、ドアマ歌詞で確認しなきゃ、もしかしたら僕の勘違いの方かもしれないですけども、むちゃくちゃなこと言ってる。そんなロックンロールない。ロックは硬い。ロック固定でもいい、固定でもいい、硬く固定しておかなかったら外れるから、工業用語万力で締めてる。外れられたら寸法狂うか。もう今削りに行ってしまったね。ロックは硬く、絶対硬い。もう H の意味は、ハロー、ハッピー、ハード、ヒット、ホームラン、ホット、ハウス、ホーム。それ、テレビに出た。H と E の区別。それまで喋ってる内容と、へらへら笑いながら言ってるから、そこ反省して言わなきゃなんないのに、まだ家のローンが返済できないんで、テレビ出させてもらってますって、はっきり言えばいいのに、そうしたらそのままに聞き締まって、みんな真面目になるのに、H と E の区別か。
まるで自分からエロ業界だこと白状してるような意思ある意味それ正解だから、僕もそれあのいろいろいろんなやつ探し回ったから、多すぎる、絶対医療業界の人間がたくさんかかっとん、エロ業界制服制服制服3回言うたったもん。あと設備、どうせ東京か大阪や、高いビル建てたところ、僕はそこの中でそういうものを作っとるわ。もうそれが正解やわ。あんまり腹立った時にそこにミサイル撃ち込んだったらね、自衛官に、周りの一般人みんな退位させておいて、本人たちにも、お前らこんなもん作られたらどうやらか分かっとうかって、ほんと航空自衛隊が撃ち込んだったね。アメリカだったら港の近くにそんなもん作った、そんな高いビル密売り引っ張ってきて、バトルシップ、映画のバトルシップ、あの大きな隊を打ち込んだったらええ、それでそいつらやっと分かり、本当にしたらあかんことやったのに。テレビで生中継したい、ちゃんと避難勧告出して、それちゃんと行政が責任持って、その後その建物解体しようかなって、もうどうせ同じ建築業界に仕事回さんかったら、新しく作るからもう同じやって、解体させといた方がまだマシっていうことになった。もうほんともう全身から力抜けてます。多分もうここなど布団の中に入ってた、音楽曲聴いてるか何かに変わると思います、今日本当に。もうだからまあ、ヘッドホンしてるか、何時ぐらいに来るんやろ。僕は音楽なんて、そう結局そう、その電波で格差の来る来ない、今日本当は来るの話してくるんですよ、加護様の声。そんなの知らんって言って、今度三輪の声に変えてきてるから、ずっとこれ歌詞の方の三輪。三輪は8月9日僕の誕生日の日にフルーツラパークにプライベートの時間帯に行ってみたんですよ。それ何かって言ったらね、ゾーンっていうまだ学生さんの女性の4人組がいてね、昔ゾーンって学生さんだと思われる、もしかしたら違うかもしれない、ごめんなさいね。あのスピードっていうのは完全に小学生とか混じってたはずで、そのゾーンだったと思うんですよ。その10年後の8月かな、まあ、10年後のなんとかに、またここで会いましょう、なぜ10年後にまたここで会いましょうっていうワードがあったんですよ。今かなと思って8月9日行ったんですよ。全然わかんない、女の子歩いてたんですよ。もう女の子でいいと思う、年齢わかんないから。もう今から10年以上前。で、それぐらい。で、ユリの間の前ぐらいですれ違ったのが今の歌詞の見は。わかんない、本人が何て言ったかわかんないんですけど、もう全然その記憶、しっかりしたものないですけども、何て言ったか大体で言っていいですか。アーミーよりも、アーミーって軍隊ね、アーミーよりもワーミーだよねって言ったのか、ミーワーだよねって言ったのか、わかんない。ハードル高す、そんな短いわ、どんな方向でも持っていけるか、エネルギーの残存量。もう僕はちゃんと言ってる。日本の自衛隊に関しては災害救助隊に名前変えましょうって、もうみんな国連加盟国って、本当に世界中どこの国もそう、軍は災害、もうアーミーよりも救助隊、それ絶対そう、それでくれって髪の毛染めた。ちょっと過去様、一応ね、あの三輪のフェイスっていう曲に関しては、僕はこうこうこういう風な内容でとか、あのギターの弾き方はこうでっていうことを言って、まあ作ってもらった曲はフェイスです。まあそれはもともと良い曲を作れる実力者の人たちとかが協力して作ってくれた曲だと思います。フェイス
いや、それね、音楽業界に対してね、ちゃんとね、あの、歌詞カードには英語でこういう風に書いてるんだけども、歌い方は明らかに、例えばグレイのテルさんだ、なんですけども、まあ、ちょっと曲名忘れましたけど、明らかに本当は最初の1行目、ストーブって言ってるんですよ。それ、野球関係の歌だったから、この間の、あの、進めた高校の、高校野球の、あの、メインテーマ、春はこれで夏はこれ、どちらかのストーブって言ってる、絶対。絶対ストーブって聞こえるから。で、多分ストーブって言ってる。歌詞は、あの、だから、どちらをし、まあ、両方ともその人の状況によって受け止めてもらったらいいんじゃないですか。冬場エネルギーの残存量問題。頑張りすぎてストーブの電源入れなくなった時。僕、東日本大震災の時に、電力がね、原発が止まって電力が足らないっていう話聞いて、それで、3月下旬まで僕、ストーブ使わなかった時期あるんですよ。親は使ってましたよ。僕の親は。もう家からお母さん使っときゃいいって。僕、家の中でここの、ここ、北側の部屋で、冬めちゃめちゃ寒いですよ。で、今は暖房器具使ってます。その時はもう暖房を使ってなかったから、白い息、家の中でも白いから、昼間でも。白い息出る、本当に。で、もう家の中でもズボン3枚、手袋もしてたから、上着着て、本当に。それでも寒い、本当に。まあ、あと布団の中入るしかない多分それその話で歌詞は英語で全然違う歌詞なんですけども明らかにストーブって言ってるテルさんだと思いますよ。東北北海道の人絶対ストーブいるでしょまさかその地域絶対死ぬってもう寒すぎたら夜寝れなくなるでしょ本当に。はあ、なんかまた眠かこのどこの誰かわからん声で君入院とかなんかわけのわかんない言葉聞こえてきました。本当に鬱陶しい。本当に医療業界は全員入院や。本当に本当に本当にボーナスとかカットした方がいい。住居手当も保育手当も精神病院悪いことしすぎ警察官と組んで一応この話しておきますけどこの話したらややこしいことになってる今までもう呪い来てるもう十分これでもう本当のこと告発したらいいよそれルール法律で告発だから内部告発当たり前や日本人やな国連の世界の民でもいいこれしっかりと受け止めれる人が次の国連の総長でいいんじゃないですか。持ち回りとかそんな話どうでもいい。それはっきりと言える人って。国のしてきた悪さ、そこで流れ変えなかったら無理、本当に。いろんな意味で。だって、そういう悪いことしてる人たちがね、年収500万以上とか稼いじゃってるんだから。はあ、どうしよう。ミスターチルドレンの桜井さんと、桜井さんのその桜井という名前が偽名で、その次、ユズの北川という名前も偽名。ラルコアシエルの哲也、綺麗な顔を持ち。3人とも同一人物だったらどうしましょう。その実態は次々と。音楽学校の卒業生を回されてくる。俺たちも雇えって言われる。その一応。失敗する人間からクビにしていったらいいからとかそれでなんとかそういう話持ってこられるってグレイの皆さんは2008年かな9年かなそれぐらいの方に裁判した方自分たちの取り分確保自分たちの所属してるレーベル内で個人の取り分 2.5%4 人組だからバンドとして見ると1割で、あと、ライブに関しては、これぐらいの割合っていう。はあ、まあ、とにもかくにも、この後忘れないようにしなければならないのは、動画のアップロードだけではなく、モダンザラブかモアザラブ、モアザラブだったと思うんですけど、とにかくその歌詞、ベストヘッドからさ、世界におすすめする。あんな歌詞だったと。一応歌詞確認してからにしますけどね。以上です、今回も長い話になりましたけども、家の横通り過ぎれば通り過ぎるほど、こういう長い話聞かなきゃならないぐらいでもういいんじゃないですか。ちゃんと聞くこと、逃げないこと、
再生時間で見たら分かるから、最後まで聞いてないなっていうことが。以上です。もう気力尽きたら終わります、これで。一旦、動画の撮影ですよ。結婚まですよ、俺もちゃんと、もう加藤夏樹が来たんだから、もう子供じゃないんだから、もう、またします。子供の使い。もう再放送で、再って書いといて、小学校1年生ぐらいでお使い、僕もしてましたよ、それぐらいの頃。小学校1、2年生、2年生の頃に弟が生まれたから、その年3年生の年に2月に。2年生の頃にお使い行ってましたよ。で、朝食も僕は作ってましたよ。まあ、夕食、トントン餃子っていう餃子屋さんとか、モダン焼きとかね、モダンスラムになってしまう。まあ、モダン焼きとか素焼きとかいうのがあったんですよ。そういうのをね、買いに行ったりとかして、まあ作ろうと思えば作れはしたんですけども、一回子供の頃にね、その四国の名物、父親が香川県出身で、まあまあ四国の香川といえば丸亀だったと思うんですけども、他の県だったらごめんなさい。家でね、うどんの粉から作ったことある。作りたい作りたいって、できるできるって、そこはキャンキャンできるできる。麺棒あれ台所のテーブルの粉だらけ、もう買ってきたらええから、親の方が値を上げる。以上です。まあ、結婚希望アイデアは佳子様に固定、本当にスポーツ業界も、まあ、わからん、もう佳子様の件でも、会いたい、今度痛いのが来た。足の体温が取られて、それで、もう先言ったんですよ。その次、ここ、刺すような痛み、胸。それ、実はこれの逆の線のない、あ、また来た、胸を刺す、ね。痛いからってせんか。当時のテレさんとか僕に会った時言われたはずや。言ってないんだったらテレビ局経由で言われてる、そういう感じ。もうね、何か刺さった気がするんですけど、これどう思う。線のない胸を刺す。どれだけヤンキーか。そんな大黒い悲劇金一発黒ひげに刺さってたら止まへんか。ワンピースのティーチなぜ四校の一角に上り詰めた。みんなで刺したふりされた、飛び出されたか。今の状況って、横歩く時の状況、佳子様にしても誰にしてもそう。僕の状態、黒ひげ危機一発で、脅されて飛び出して、アマテラスのあの話も、あれ、もう鬱陶しい大騒ぎで外出されるの。はあ。途中まで晴れてたんですけどね、もう、まあ、やっぱり曇ってきた。やっぱりこれが普通だと思う。ああ、もう体に力入んない、本当に。活力、全然ない。ああ。そうそう、なんか今、ミヤの音声で止めといてって言われたんですけど、もう、むしろ今のタイミングで聞かせてくるっていうことは、これ、言っといてのようにも思えるし、以前も言ったかもしれませんけども、サッカーグループとかにいました。もう音楽業界の状況わからん。もうそのミスターチルドレンの桜井さんの話から、ユズの北川さん、ダルク・アンシエの哲也さん、よく考えたそのあたり年齢近いといえば近いっていう。僕ね、人生で一番最初に買った CD がミスター・チルドレンの CD だったんですよ。
それは店員さんに勧められたから買ってみたんです。まあ、若い頃あんまり歌詞の意味を深く考えなかったから、その後ビーズの曲とかを買って、愛のままにわがままに僕は君だけを傷つけないっていう曲、ストレートに相手のことを愛してるっていう曲で、あ、いいなと思って、こっちの方がいいやんとか思ったんですよ。ただ歌詞全部眺めなかったな。うんって思うような時たまにありますね。まあ、ジャンヌダルクのね、歌詞に関しては本人が一生懸命歌ってるとか、演奏者の人たちがね一生懸命演奏してるとかだけを見てたら気がつかなくなるんですけども、歌詞よく見たらそれ笑わすために書いてるやろっていう歌詞あります。時々羽が生えてきて天使になるって歌詞のそれはジャンヌダルク編で、僕がその曲のところで これは正直笑いをこらえるのが点々って書いてあんなん見た笑うなって言おうと無理、時々羽が生えて天使になる。探す、結構探した。本当はビーズさんとかグレイの皆さんもあれだけたくさんもう何百曲も曲作ってるから、やっぱり探した、ある本人たちは真面目に作ったつもりで、もうナチュラルとコーディネーターそこはナチュラルだと、あんまりそのしっかりと歌詞をチェックしなかった場合、歌詞をチェック、真面目な方向からいろいろこう聞いていったからこういう歌詞、いや俺らも真面目でこう書いたはずやねんけど、そう言われてみたら俺らも笑ってまう多分あると思いますよ。一番おかげさジャンヌダルク、ドキドキ羽が生えてきて天使に、何の漫画見たんですか。アニメ、もしかしてゲーム、もうそんな幅広く広げられたらもう創作不明ですよ本当に。何かの主題歌になってたらね、それかもしれませんけど、時々羽がドラゴンボールは羽が生えてきませんでしたけども、死んだ時に天使になる話だったら今までいろんな人たちがしてきています。そういう意味ですかっていうことになるんですよ。けど羽は生えてきてないから多分違う。最後ちょっとそういう話でちょっと自分を真面目な方向にちょっと戻しました。ちょっと厳しい話というか、ちょっと触れにくい話を混ぜ込んで自分を真面目に、もう何が言いたいか分からないです本当に。もうとにもかくにもその普通に家来てくださいっていうことです本当に。もうしんどい以上です。